ぶっちゃけ聞きます本当のところ。本日のゲストは成田修造さんです。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで先ほどまでは成田さんと一緒に本屋さんで1万円でお買い物した後なんですけれども、はいはい、この企画では一問一答の形式で本にまつわることだったり成田さんのプライベートの部分に対してちょっと質問させてもらって、はい、成田さんを丸裸にしていこうじゃないかという企画になります。はい、わかりました。はい、3体ですか。あ、3体ですね。はい、まあ、読んでる途中ですけどね、うんうんうん、1が終わりました。うん、これはすごい、これはすごい面白くなってきたなって気がしますね。じゃあ今3体読まれてるってことなんですけど、他に今まで読んだ小説の中でこれは本当に今もずっとここに残ってるみたいな小説ですか。はい、精神の氷点っていう本があって、うんうん、はい、あの大西巨人っていう人が書いた、うんうんうん、僕初めてかもしれないですね、ちゃんと小説、まあ、で村上春樹とか読んでましたけど、はい、大西巨人さんの精神の氷点を初めて読んだ時に、うんうん、結構インパクトありましたね。あれ戦後 その軍人だった人が、はい、日本の、うん、まあ、日本からまあ敗戦して戻ってきて、まあ、生活をしていくんですけど、その圧倒的虚無感に襲われるその一人の男の心情を描いた本なんですけど、はい、あれは良かったですね。精神の氷点ですから、つまり氷ですから、はい、あの本は良かったですね。はい、確かに読み終わった後なんか成田さんの中に何かが変わったみたいなところ。いや、変わるっていうか、うんうん、まずこういう本を書けるっていうのが一個、その大西巨人さんのまずその実力というか、うん、それにもすごい驚きましたし、うんうんうん、まあ、戦後日本っていうものがどういう風になってきたのか、坂口さん、安藤さん、ダラクロでも思いましたけど、はい、いかにそのあの戦争っていうものが日本にとってどういう存在だったかっていうことはよく分かりましたよね。はい、もうバイブルってことでもないですけど、さっき の、はい、その大西巨人さんのもそうだし、うん、坂口安吾さんのダラクロもそうだし、うん、そういうものは全部、うん、まあ、自分の中でバイブル、うん、あの楽しかった本ですよね。まあ、浅田彰さんの歴史の終わりを超えてった本もすごく印象に残ってるし、うんうんうん、唐谷公人さんの戦前の思想もすごく印象に残ってるし、うん、まあ、いろいろ、はいはい、残ってます。なんか僕でも前ちょっと話したのは、はい、そのやっぱり彼の場合は多分経営者の本とかあんま読んでないんで、はいはいはい、そういう本を紹介することはたまにありましたね。うん、あ、そうなんですね。まあ、なんかソニーの森田さん、森田昭夫さんの本がすごく面白いんですけど、うんうん、まあ、ああいう本を進めてみたり、あとリクルートの江添さんの本とかかなりいいんですけど、はい、江添博正って本で、リクルートの江添さんが書いた本ではなくて、はい、江添さんについて書かれた本なんですけど、うん、ああいう本っていうのは多分彼読んでないんで、逆に面白いんじゃないかな。まあ SF とかも面白いけど、3体とか読んでるのか分かんないですし、そういうのも面白いかもしれないですね。なるほど。僕、その、はい、おすすめしたい本はないんですけど、うんうん、本を読めって思いますね。本を読め、そもそも読んでないですから、みんな。あ、なるほど。ほとんどの人が本読んでないんじゃないかっていう、僕最近仮説で仮説が、年次ちゃんとした本をちゃんと読んだことがある人って何パーいるんだろうなって。じゃあちゃんとした本ですよ。その軽いなんかその誰でも読める小説とかじゃなくて、はい、漫画とかじゃなくて、はい、本当に難しい本を1年1冊でいいから読んだらもう世界変わりますからね、それだけで。なるほど。難しくてもいいから読み進めたらいいじゃんって。だから別に何でもいいですよね。さっきのジャックあたりの本でもいいし、はい、カルタニさんの本でもいいし、はい、浅田彰の本でもいいし、何でもいいから一冊、はい、めちゃむずいと思う本を読み切ってください、はい、読み切ってから全てが始まる。なるほど。いや、もうだから手塚治虫とかどういう本読んでたんだろういや、どういう本をあの人が読んでたんだろうとかは、やっぱ考えちゃいますよね。 なぜそういう思想にたどり着くのかがやっぱ分かんないので、はい、そういうのいいかもしれないっすね。安藤忠雄さんとか面白いかもですね。安藤さんとかを、はい、なんか そういう人がいいですね。草間彌生さんとか見てみたいですね。何を見て何を考えてるの道すぎるそういう方が好きかもしれないです。
安楽死を受け入れることじゃないですかね。安楽死を受け入れる、いやだからその、はい、生きるっていうことを自己選択するっていう覚悟を持つってことじゃないですか、うん、なるほど、の方が重要な気がしますけどね、うんうんうん、だらだら生きるんじゃなくて、うんうん、なぜ生きたいかを問う。人生100年って言ってるのは、はい、要は健康で い続けてしまうっていうだけの話であって、それはがんとかが撲滅できてしまったりするってだけの話で、はい、別に生きてくださいと誰かが言ってるわけじゃないし、はい、行かなきゃいけないとも言ってないのに、うん、なぜかみんなそのワードにみんな引きずられてますけど、うん、別に死んでもいいんじゃないですか。自分で死んだっていいわけで、うん、自分が自分の人生をコントロールする覚悟を持つってことなんじゃないかなと思いますけど、うん、いやそのほかあんまないんですけど、コンプレックスっていうのは、うんうん、だから逆にフォーカスして自分の強みにフォーカスしないからコンプレックスになるっていう、うーん、僕はコンプレックスがなくて単純にその強みと弱みを自分が理解してるっていうだけなんですけど、はいはい、それをすればコンプレックスなんてなくなるんですよね。だ結局自分の強みにフォーカスしないで弱いところにのみフォーカスを当ててるからコンプレックスが生まれるんであって、強いところを発見することに全ての人が向き合えば多分そういうものはなくなるのかなと思うんですね、うん、なるほど。いやでもこれ難しい問題なんですよ、うん、何からでもスタートできるじゃないですか、スマホあるんで、うんうんうん、スマホあるんで別にこの動画にたどり着けば、はい、少なくとも何かは得られると思うんですよ、うん、はい、でその中で自分で勝手に図書館行けば無料で本は得られるわけじゃないですか、はい、で全国の図書館って日本って充実してるんで、何、うんうん、かの本を取って読んだらもうその時点でその人はアップデートされるはずで、はい、ただ裕福か裕福じゃないかを言い過ぎててみんな、うん、なんかそのなんでその情報にたどり着けないのかっていうのかがあんまり解明されてないんで、はい、裕福だろうが裕福じゃなかろうが別にアクセスはできて、うん、情報も整っていて、あとはアクセスするかしないかの話で、うん、アクセスしてほしいんですけど、はい、アクセスしてって言ってもこの動画はその人には届かないんで、うん、結構きついなと思ってるっていう、何からすればいいかは明確じゃないですか、はい、だけど、うん、何からすればいいかは明確なのにそれすら届かない人たちが、はい、大多数なんで、なるほど、それが辛いなと思ってるって感じです。そこで届かないっていう差はどこから出てくるんですか。そのアクセスできるそうなのにたどり着かないというか、まあそれが環境なんでしょうかね。なるほど。だから何のテレビを見てるのか、はい、何のコンテンツに触れてるのか、うんうんうん、会話でどういうコンテンツの話がされてるのかだけで全てが決まるっていう感じ、はい、うん、裕福か裕福かじゃないかじゃないと思ってて、うんうん、その自分のが日常的に接してる情報が何なのかっていう、はい、ただそれだけ、うん、だそこに経済っていうものが因子としては多少ある気もしますけど、はい、うんうんうん、結構そこが辛いですよね、なんかね、うん、なるほど、本当はそれだけなんですけどね、情報は無料なんで、はい、本屋面白いテーマですね、はいはい、本屋いいですね、なるほど、はい、本屋か、はい、まず、はい、僕が本屋やるんだったら、はい、その人のレベルをデジタル化すると思うんです。だからその可視化する、うんうん、いや結局誰が今入ってきてるか分かんない状態、うんうん、その人がどれぐらいの知識量で、うんうん、何に興味があるのか分かんないです。だから本来はそこの入り口時点でそこをバンと理解すれば、うんうん、結構その先がいろいろ見えるのにと思っちゃいますよね、うん、なんか入り口がなんかそういう感じになってて、はい、でピンってパスコードかなんかで入ると、うんうん、はい、その人のデータは読み込まれていて、うんうんうん、前回買ったものとか、はい、今回アップデートされてることが分かって、うんうんうん、でそうするとこれがいいんじゃないですかみたいなのをいくつかこう角度、うんうん、いろんな角度で出してあげるみたいな、そういう本屋が面白いですね、自分がやるんだったら。じゃあ本当お客さんのその時点での何ですかレベル感じゃないっていうのをやっぱり理解しないと、うんうんうん、0.5 歩先を提示できないというか、はい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 、でも 0.5 歩先が提示できればその人は本を読む価値があるってことになるんで、うんうんうん、そうじゃないとずっと同じ本ばっかり読んで、はい、アップデートしていくような形本屋ってことですかね、うんうん、はい、もしくは本が置いてなくてもいいかもしれないですね。へえ。つまりその人にどういう本を出すかということを物理的にこう場所を置いてあげて、うん、アセスメントしてあげるだけの本屋っていうか、本はどこでも買えるじゃないですか、はい、っていう感じでもいいかもしれないですね、うん。いやいやもう本読んでるか読んでないかじゃないですか、もう全てはまずは
それだぐらい違うんじゃないですか。やっぱ本を読んでる人と読んでない人は、もう決定的なもう全ての、それなんかその人生の面白さもだし、経済的な豊かさもだし、全部そこにつながるような感じがするんで、仕事の就職できるかできないかとか、本だってやっぱ読んでないとダメじゃないか。読むことが全ての基本になりますよ。リテラシーって全ての基本のインフラなんで、ぜひ読んでいただきたいなと。というわけで今回は成田修造さんにご登場いただき、一問一答形式でいろいろお話をお伺いしました。成田さん、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。